プロゲーマーやゴーレートプレイヤーが実践する目の動きの秘密とは、エイムが安定しない理由は姿勢、マウスの持ち方、感度など様々ですが、今回はその中でも目の使い方にフォーカスしてお話しします。実はこれエイムにおいて最も重要な要素の一つなんです。プロゲーマーの実際のプレイ映像や学術的な研究論文をもとに FPS でエイム力を劇的に向上させる視線操作の技術を解説します。動画の最後にはトレーニングメニューも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんはバロラントやオーバーウォッチをプレイしているとき、どこを見ているか、どう目を動かしているか、お意識したことはありますか？2023年に行われたパクブートキャンプアカデミー2023にて、東京大学、慶応義塾大学の研究者らが実施した実験では、中級者15名、上級者12名を対象にアイトラッカーなどを用いて FPS プレイヤーの反応時間、正確性、視線分布を測定、実際の FPS ゲーム環境での視線制御能力とパフォーマンスを評価した実験では、バロラントを用いた実際のプレイ環境で分析したところ、上級者は視線制御能力に優れ、周辺視野をうまく活用していることが判明しました。見えている世界が違うというのはどうやら事実のようです。ではどのような視線制御が FPS において求められるのでしょうか。実際に CS のプロプレイヤーコールン選手のアイトラッキング映像を見てみましょう。注目すべきポイントは、視線が常にクロスヘア周辺に集中していること、さらにマウスを動かすより少しだけ早く視線が動いていることです。ここで重要なのが、目の焦点はクロスヘアの周囲に集中していること、そして周りの様子を周辺視野でぼんやりと見ること。例えばクリアリングが必要な場所を視線で先に確認し、その後クロスヘアをスムーズに合わせています。これだけでエイムの精度が大きく変わるんです。そんなことは分かっていると思ったあなた、かなり鋭い視点です。ここでは確かに視点操作、そして視線の操作のお話をしました。フォールン選手のプレイからもわかるように、視線で先にクリアリングしておくことが非常に重要です。敵がいそうな場所に目を先に送る、その後視線とクロスフェアを合わせる、この目、マウスの順番を意識するだけで視点移動がスムーズになり、エイムも安定します。ここで重要な概念がクワイエットアイです。これはスポーツ心理学などで使われる専門用語で、行動を起こす前に視線を止めておく時間のことを意味します。例えばバスケでシュート前にリングをじっと見たり、サッカーでパスを出す前に味方を見つめるような動き出す前の視線の安定がクワイエットアイです。 FPS においても同様で、敵にエイムを合わせてから撃つ直前までどれだけ視線を安定させていられるか、これがクワイエットアイの力です。冒頭で紹介した研究でも、上級者ほどクワイエットアイの時間が長く視線が安定していると報告されています。一方中級者や初心者は撃つ直前に視線がぶれる、視点がうろうろしているという傾向があります。つまるところ、この QE を使いながら周辺視野を活用すると、あなたのプレイスタイルは格段と上達することでしょう。目線を止めて打つという行為は意識すれば誰でもできそうに見えますが、実際には脱力や集中力、タイミングなど様々な要素が関わってくるため、筋肉のように訓練が必要な技術です。プロゲーマーやランク上位帯の方々は意図せずこれが自然にできている方が経験則上多い感じがします。しかし安心してください、これは誰でもトレーニングによって身につけることができるスキルです。これは先ほどもお伝えしたように、筋肉のようなものでトレーニングを重ねることで間違いなく身につく技能です。最後に実際にクワイエットアイを鍛えるためのトレーニング方法をご紹介します。一つ目の練習法は、撃つ直前に必ず敵の頭や胸に視線を止めてから撃つ癖をつける、また敵を撃つ瞬間にあえて 0.2 秒止める意識を持つ方法です。他にもバロラントの射撃練習場で100対1か50対1で視点の操作法を意識しながら練習する方法もあります。これはボットに対して視点を集中させ、 QE を意識しながらしっかり撃つ、次のボットが現れたらそれも周辺視野で視認したら視点でしっかりとボットを見て QE を意識しながら撃つ、慣れないうちはゆっくりで OK です。1日1回でもこの練習を継続すれば1ヶ月後には確実に成果を感じられるはずです。QEを意識して毎日1回でもいいので、この練習を行ってみてください。あなたのエイムは1ヶ月後格段と進化します。
ぜひ進捗やわからないことがありましたらコメントなどで聞かせてください。最後にポイントをまとめると、1つ目は上級者ほど打つ前に視線が止まっている、2つ目に中級者は打つ直前に視点がぶれやすい、3つ目に球威は訓練可能、視点を敵に止めて打つを意識してみようというのがポイントでした。今回はクワイエットアイ、球威という視覚的なスキルについて解説しました。 FPS は筋肉ではなく脳と目で勝つ時代です。ぜひあなたも球威を意識して次のランクマッチに臨んでみてください。日々の努力と継続であなたは必ず最強になります。最後ではありますが、エイムに関しては姿勢、マウスの持ち方なども密接に関わってきます。それらについては別の動画で詳しく解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の調査でお会いしましょう。イースター探偵団でした。